ございます。今日はですね、エンジンルームをね、つい2週間ほど前にね、エンジンルームをね、クリーニングしたんでね、だいぶ綺麗になったんでね、ここを動画にね撮ってみましたけどね、 5年、この車も5年乗ってるんですけどね、初めて、掃除をしてこんな感じでね、綺麗になりました。それで車検がね、10日ほど前にね、あれこれ見えるかな、はい、受けてきましてね、走行距離は、12万キロですね。大体2年間で6万キロぐらい乗りましてね、はい、そんな感じでね、綺麗になって、このね、これまあそんなにね、時間かかんないでね、綺麗になってね、車検の方もね、2万7000弱ぐらいでね、できましてね、ワイパーブレード取り替えたりね、先に車検前にメンテナンスね、オイル交換とかいろいろあって、あとはテールランプが切れてたんでね、取り替えたりね、やりまして、それでメンテナンスして、受けてきまして、そんな感じですね。で、今ちょっと水洗いしたとこなんですけどね。中はこんなんで、こんな感じですね。はい、でナビはついてなくてね、ここは Google ナビですね。後ろにはね、テレビがあるんですけどね、これは24インチかな、アンテナはそこにね、見えないかな、はい、それが今中央のがね、アンテナなんですけどね、はい、そんな感じですよ。はい、でね、ちょうど、5年経ったんでね、それで、もうまたね、これはちょっと行かない、向こうへね、1台車、あれはね、中古のね、はい、車をね、買ったんですね。これが、なんと、これはまず、まるまる2年間ね、車検のある車をね、1ヶ月ほど前にね、これ、6年の4月までね、車検があるあるっていうかね、車検が切れてるやつをね買って、それであれ、なんかちょっと開けて、やっぱりこれもね、ちょっと待ってください。これは鍵がここで、あ、開いてるのかな、これ開いてますね。こんな感じですね、中はこんなんで、ナビはこっちはついててね、で後ろはこんな風になってますね。これでエンジンルームもね、やっぱりこの間、そうですね、これは1週間ぐらい経つかな、やっぱり掃除しましてね、エンジンルームをちょっと開けて、よいしょ、はい、こんな感じですね。エンジンルームも綺麗になりました。ほんでね、洗ってから動画撮るんじゃね、洗う前っていうかね、綺麗になる前を撮ればよかったんかなと思ってますけどね、こんな感じでね、だいぶ綺麗になりましてね、はい、でこれもまたね、しばらく乗るかなと思ってね。これはちなみに9年目かな、なんかね、平成25年車で2013年とかってたかな、それで車検が切れたやつを新たに取って、今ちょっとね、洗車してね、ちょっとね、こっ傷はあるんですけどね、まあ、自分で乗るんだからね、いいかななんてね、思いまして、ちょっと水洗いだけね、ちょっと一回ワックスはかけたんですけどね、はい、そんな感じでございますけども、だいぶ調子が良くてね、はい、そしたらなんかね、友達からやってくださいなんて言うんでね、エンジンのね、室内クリーニングかな、それを頼まれましたんでね、やる予定なんですけどね、その時またね、動画でも撮って、アップしたいと思いますけどね、はい、そんなね、自分なりにね、何人かにね、見したんですけどね、いやー、綺麗だねーなんて感じでね、はい、言われましてね、確かにね、こんなにね、綺麗にいくかなと思ってますけどね。これもね、全然調子がいいんですよ。12万超えたんですけどね、ガード調子いいね。はい、そんな感じ。
はい、これでね、今日はとりあえずね、また今度ね、撮りますんで、ぼちぼちとね。はい、そんなわけです。はい、こんな感じで今日はこれで失礼になりますね。はい、ありがとうございます。